ヤドカリシタメは、甲殻類、十脚目の分類群の一つ。イオシタメとも言う。いわゆるヤドカリの他にも、ヤシガニ、タラバガニ、コシオリエビ、カニダマシ、スナホリガニなどが分類される。以前は、アナジャコも分類されていた。カニシタメとは、類縁関係が近く、メイウラという単一の系統群を作る。生息シタメ全体で2470種が含まれる。 ほとんどの種が海星であり、淡水性のものは淡水腰リエビカとヤドカリ科の一種が知られる。また丘ヤドカリ科の生態は陸生である。形態腹部の発達が悪く、東京部の裏側に折りたたまれるか、貝殻の中に収められる。第一歩客は通常大きく、ハサミとなるのに対し、第五歩脚はごく短くなり背中側に折りたたまれている。このため、 エビカニと同じ10脚目であるが、不足が8本しかないように見える。同じ下目であっても姿はトガによって大変異なり、多種多彩なが意見をしている。ヤドカリは巻貝の殻に腹部を収め、頭胸部だけを外に出す。腹部は巻貝の形に合わせて左右不対称である。タラバガニ、カニダマシなどはハサミ足が大きく発達し、 未発達の腹部が東京部の裏側に折りたたまれるので、カニに煮る。腰折りエビなどはハサミ足が細長く、腹部がやや発達しているためエビに煮る。利用大型のものは食用となり、タラバガニなどは水産資源として重要である。ヤドカリ類などは鑑賞用に飼育される。7条化に20化が属する。分子系統解析からは次のような系統樹が得られている。 ありがとうございます。